ブラックベリーのカゴ。うんうん。ブラックベリーの季節がやってきた。だけどライナスはベリー摘みのカゴをなくしてしまったらしい。カゴか。ああ。ないね。ないですな。まあ、いっか。おお、もうちょっとおお、や。もうちょっとで1万超えじすゃん。げえ。10日、水曜日、秋の10日目です。前回ははブい。ラックベリーをしこたま取って よかったですね、こんだけたまって。ただ今日は天気予報によると風がきついらしいんで、ああ、でも前回と同じぐらいの別に風もきつくないよね。気候ですね。とりあえず水をやって、お決まりの行動パターンやね。水をやっての、鶏の卵を回収しつつの、働きをあまりしナてスなか。い、コウモそうリのだよ様子を見ね。に行くと。今日こそなんか、コウモリ仕事しといてほしいね。本当に。ないよ。どうしなた、コウモんだリ。よ、とりあえず、またブラックベリーになってるかな。なんだよ。ね、ちょっとあ、実な践。ってる？え？あ、ほら。鳴ってる鳴ってる。またまた鳴ってる。おお。あ、でも、ここぐらいか。そこはまだ、落ちてる、なんか。何？ああ、落ちる。金とか銀でありますように。あ、普通だ。普通か。ちょっとこっち、トロッコ乗って行ってみようか、ペリカンタウンに。そうしようか。この辺にも何かだないかかな。な？何もないね。キノコとかも金とかあればいいんだけど海岸な。も見に行こうか。行ってみようか。待ってる？町長の家の前あ、にもブラックベリーほが。んまや。誰がブラックベリー欲しいっつってたっけ？あそちこょっにもあるね。と、クエストを見てみようか。そうしよとりあえず、こんだけあるう。ので、そのクエストいけると思うから、いけるかな？いけると思うよ。か。お、貝殻はないね、何も。貝殻貝はないないよ。か。秋はあんまりないのかな。ないですね。なんか、夏とかの方が、あ、あったあったあった。一個だけ。お、ややっった。たー、しか金も、だ。二つ。よっしゃー。こ品評れ、会に出せるね。出せる出せる。二つ、ゲット。やったあそこにもほら、なってー。あ、るここよ。だね。あ、あそこに自生が。ああ、いい、いい。よし、これは金やったらいいな。ほっ。銀か。銀か。え、違うね。銀？普通のやつだ。普通のやつか。じゃあ、危ちょっとなクエい。スト見てみよそうしよう、ちょっと待ってね。う。ギリギリを楽しむ。よし、クエスト見てみよオッケー。ブラックベリーのカゴ。う。ブラックベリーの季節がやってきた。だけどライナスはベリー摘みのカゴをなくしてしまったらしい。カゴか。ああ、どう、まあ、カゴって落ちてた？いや、落ちてなかったで。なんか前回魔術師の付近をちょっとね、探ってたけあ、ど。ほら、入り口にブラックベリーやったあった？よ。ほら。わあ、見逃すところだよ。カゴなんてなかったなよかったよな。ね。ただ、蝶々のパンツ見は落として未だる。に取り入ってるよね。蝶 々のパンツもうどうでもいいよね、もう。あ、いっぱいあるじゃん。いっぱいある。言われてみたらさ、下水道みたいなとこまだ行ってんから、あの辺に落ちてるかな。なんか前、誰かの家になかった？カゴ？違う違う。あ、下水道のとこね。カゴのことね。いや、蝶々のパンツさ、誰かんちの部屋の中に落ちてたよそう。部ね。屋の中に落ちてて。あれ以来スルーしてたよね、めんどくさくて。仲良し度を上げん と、あー、部屋入れの中てにくれらへんなー、ね入れてくれへんねんなー、そういうことね。ん。あ今る日ね、あるはもね。う、ブラックベリー罪の方に精を出してるからさ。そうだねー。ほら、これでこ荒んなにあ稼ぎる。だ。荒稼ぎやね。本当本当に。に。まず、剣をセットしてうね。わあ！いきなりかよ。筒見えてなかったわ。今日はちょっと多くない？多いね。あ、なんかキノコあるよ。え？今日はキノコある？珍しいキノコあるよ。本当は今日はキノコが生えてる。金だ、金だ！金？あんやずったけた。金だ。OK。どんいいどんよ、いい品評会によ。出すもん増えてきたね。ね。品評会に向けて。よし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 。ここにもいっぱいあったんだよね、前回もね。あ、ん？これあ、は！
マッシュルームときたら、え、埋められるバンドル、バンドルに入るやつだ。あ、でもしかもマッシュルーム金だマジでちょっとこれ、うん、あ、でも品評会終わったら返してもらえるらしいから。あ、そうなんだ、うん、そんな後から埋めたらいいやん。こと聞いた。うん、そうしようそうしよう、それまで残しとこう。そうしようそうしよう、バンドルはいつでも埋めれるから。うん、じゃあ品評会に出したらいいんだね、うんうん、なるほど、品定めだけだもんね。うん、木は全部取れたね。木は取れた。キノコもあったし大収穫だ、うん、今日は大収穫やったー。じゃあ、あの下水道近くを見に行こうか。しかも金の、うん、金やんな、さっき取ったの。タケノコ、タケノコ、タケノコじゃん。マッシュルームマッシュルームタケノコなんか入ってんのうん、金のね、マッシュルーム、金のね、マッシュルーム、うん、でも、カゴが…カゴね、本当だね。あと、こっちじゃないな、うん、こっちか。カゴな、カゴ、ブラックベリーがいっぱいあるところだからね。この辺でじゃあ落としたんかな。うん、前なんか、誰だったっけ、なんかここに、うん、斧、斧、うん、斧だ、斧落としてたよね。斧落とした人いたね。うん、まさか同じ場所にカゴがあるわけではないしな、うん、いや、わからんよ、ほらこの辺にブラックベリーいっぱいあるもん。ほんまやね。あ、1個置いてきちゃった。あ、もったいない。うわ、めっちゃある。まためっちゃあるね。うわ、いやいや、すごいね。うわ、自生のものまで。これはなんで掲げてんの。あ、やった、金だ。おお、すごい、すごい、これで品評会に出せる。うん、いいね。奥にもまだいっぱいあったで。オッケー、カゴ見てないというね。もうカゴなんてどうでもいいよねお腹向こうに落ちそう。オッケーオッケー。あー、大丈夫、うん、大丈夫。カゴないね。何色、ないない、何色、何色。そうやね、もう形がわからへんからね、まず。うん、カゴといったらやっぱ茶色かな。茶色、茶色かな。うん、危ない、ないね。うん、ないね、うん、ないね、ないですな。まあ、いっか。うん、もうちょっと下行ってみる。下、こっちの。ああ、下ね、この、うん、魔術師のもっと家の下。あ、その辺にあるかもね。うん、魔術師の家の中にあったりしてちょうどいいカゴやからって。ああ、奪ってったの。奪ってった、ね、でもブラック、あ、ん、キノコ。あ、キノコや。マッシュルーム。やった。これは？ん？これも金だったんだ。マジで。じゃあ1個は品評会に出して、うん、1個はバンドルでもいいね、もう。そうやね。まあ、うん、金やけど仕方がないね。ね。前も金の桃入れたもんね。うん。本当に顔ねえな。ないない。見てないね。ないですね。もう6時50分か、ね。あ、もうこんな時間？うん。ブラックベリー摘みしてたら1日が早いな。前回もそうやったな。ほんまや。なんか同じような毎日を過ごしてるぞ、最近。え、ブラックベリーって他どこにあるっけ？ブラックベリー炭鉱近くにはないか。あーっと、あっちは？どこ？バンドル埋めてる。あ、この付近とかかな。ああ、なるほどね。でもこれはこの7時40分から無理やろ、もう、ちょっと行きづらいね。うん、 OK、 さあ入れてしまおう。またブラックベリーを入れるぞ。お、また82個。おお、うんうん、あとはもういいか。あ、スライム、スライム、こんなもんだね。こんなもんやね。よし、これで1万超えして、次回は馬小屋が建てられるぞ、きっとね。馬小屋か、やった。ほうほう、すごい来たね。では次回はいよいよ馬小屋だ。